最近めっきり暑くなってきたな。すっかり夏って感じがするぜ。こういう日はやっぱキンキンに冷えたジュースに限るよな。そういえばオイラたち、暁ワイナリーの特別価格ぶどうジュースを買えなかったんだよな。でも今度こそ買えるような気がするぞ。早めに暁ワイナリーに行けば手に入るかもしれない。早速今から行ってみようぜ。ようこそお越しくださいました。お二方ともご無沙汰しております。変わらずお元気そうで何よりです。アデリンメイド長、こんにちは。何かディルック様にご用でしょうか。そうだ、アデリンがここにいるなら直接アデリンに頼んでみようぜ。アデリン、実はオイラたちワイナリーの特別価格ブドウジュースをいつも買えないんだ。だから今回は早めに来て予約しようと思って。手付金を少し多く払ってもいいから一本予約してくれないか。ええ、問題ありません。それに手付金を払う必要もありませんよ。ただしばらくお待ちいただくことになるかと思います。暁ワイナリーの特別価格ブドウジュースは準備に結構な時間がかかりますので、このブドウジュースを作るため毎年夏にディルック様が自ら上質なブドウを2たる選んでいるんです。でもなんで質のいいものを安く売るんだ。上質なブドウって聞いただけで高そうな気がするけど。旦那様はそのことについて詳しくお話しされたことはありません。ですので私も旦那様のお考えを推測することしかできませんが、特別価格はあくまで一つの手段なんだと思います。特別価格と書かれた品はお客様をより多く引き寄せることができますから、もしかすると旦那様はこれによりジュースを流行らせ人々に新しい選択肢を与えたいのかもしれませんね。そうすればアルコール依存症の人たちは理想的な代替品を見つけることができます。酔っ払って騒ぎを起こす人もいなくなりますし、お酒を飲めない人たちにとっては新たな楽しみになります。旦那様はそのような些細な収益を気にするような方ではありません。ひたすら売り上げを上げることよりも、おそらく人々が節度を持ってお酒を飲んでくれることを願っているんだと思います。美酒と生活を楽しむと同時に理性を保ち、他の人に迷惑をかけない、素晴らしいことでしょ。ディルックの旦那はそこまで考えてるんだな。それで今ディルックの旦那は今年のブドウを選んでるのか。いえ、まだ選んでいません。旦那様は目の前の面倒ごとを片付けてからその選定作業に移るとのことです。もしご興味を持ってくださるようでしたら、旦那様からのお声掛けがあるかもしれませんね。お二方からアドバイスをいただくために。はい、お二方もご存知かと思いますが、旦那様はよくあらぬ噂を耳にしてはその不徳で無礼な輩を接待しています。今回もそれと同じです。本日旦那様が向かわれたのは高飛びの浜。お二方はお気になさらず、ワイナリーでしばしお休みになってください。ただ私はここであるお客様たちを待っていますので、代わりにヘイリーとモコがお二方をおもてなしします。不徳で無礼？なんだかアデリンの言ってることがよくわからないんだけど。え、もしかして闇よ、こはん、闇で悪事を働いてるアビス教団を片付けることか。ならディルックの旦那の仲間としてオイラたちが黙って見過ごすわけにはいかないぞ。ええ、お二方が協力してくださるのでしたらこちらとしても安心です。何しろ
お二方は旦那様に信頼されています。実力は折り紙付きですから。お力をお貸しいただき本当にありがとうございます。気にすんな。ディルックの旦那が早く用事を済ませてくれたら、オイラたちも美味しいブドウジュースを買えるようになるしな。じゃ、出発しようぜ。高飛びの浜に行こう。旦那様とお会いになった際にはよろしくお伝えください。それからお二方ともくれぐれもお気をつけを。たとえ賞賛が9割あろうとも気を緩めてはいけない。これは旦那様からの教えです。あそこに拠点があるみたいだぞ。ディルックの旦那が外に作った拠点かな。でもなんだか様子がおかしい。まさか敵があまりに手強くて持久戦になってるとか。すぐ確認してみよう。これディルックの旦那のテントじゃなさそうだな。どっかの冒険者の拠点か。あ、そこに紙とノートがあるぞ。読んでみようぜ。この文面からするとディルックの旦那の知り合いみたいだな。とりあえずこいつのことは旦那の友達って呼ぼう。こいつはここで何か大変なことに気づいたみたいだ。でディルックの旦那に伝言を残した後ここから離れた。でもこいつもそそっかしいやつだな。この紙切れがもし他の誰かに見られたらどうするんだよ。それにノートもここに置きっぱなしだし。あ、そういえば浜辺にあった妙な地脈の汚れって。けど周りには魔物もいなかったし、おかしなところもなかったぞ。旦那の友達のノートを読んでみるか。もし読まなくてもいいなら直接あそこに行って近くで見てみようぜ。うわあ、なんで急に魔物たちが現れたんだ。お、待った、あれってディルックの旦那だよな。でもいつもと雰囲気が違うみたいだけど、なんだか勢いがあってやる気に満ち溢れてる。まさかこれが正義の味方が力を全解放した姿なのか。確かによく見ると今のディルックの旦那より若いな。でも過去に何があったんだろう。なんでディルックの旦那はここで戦ってたんだ。後で本人に聞いてみよう。で、オイラたちはどうする。じゃあ、過去のディルックの旦那の戦いっぷりを見てみようぜ。終わったな。ディルックの旦那の楽勝だったみたいだ。さすがだぜ。でも今のって過去の幻影で特に危険はなさそうだよな。それってつまりディルックの旦那がもう仕事を終わらせたってことか。オイラたちがあの異常な地脈の汚れにもう一度触れたらまた魔物が出てくるのかな。昔のディルックの旦那も前に他の地脈の汚れでやったように現れた魔物を全部倒せばこの異常現象も消えるみたいだけど。いや、ただちょっと心配なんだ。だってもし好奇心旺盛な通行人が調べでもしたら魔物が「やー!」って飛び出してきて「タッ!」っ
って叫びながら棒切れで殴るかもしれないだろう。そうなったら大変だ。この方が臨場感があるだろう。とにかくオイラたちはディルッコの旦那に協力するため来たんだし、最後まで手伝おうぜ。ここをもう少し調べて危険がないことを確認してから帰ろう。えひひ、そんなことないぞ。おいしいブドウジュースのためだ。よし、お前ももっと頑張ってくれよ。ブドウジュースが手に入ったら一口多くやるから。そういえばここで戦ってからずいぶん時間が経ったよな。こっちからあの異常な血脈の汚れに触れなければ魔物たちも出てこないみたいだけど、まだよくわからないし、ディルックの旦那に話を聞いた方が良さそうだな。まずは暁ワイナリーに行ってみよう。お二方ともやっとお戻りになられたのですね。まさかこんなに時間がかかることだとは思いませんでした。本当にお疲れ様です。いやいや、オイラたちがディルックの旦那に協力するって言ったんだから気にすんなって。そういえばディルックの旦那は帰ってきたのか。オイラたち高飛びの浜に行ったけど見かけなかったぞ。申し訳ありません。旦那様のスケジュールについて私も正確に把握していないのです。ただ旦那様は最近エンジェルズシェアに現れたと聞きました。これはもういつものことですが、旦那様は面倒ごとを片付けた後その後処理まできちんとされます。ですのでもうじき帰ってくる頃かと。お二方も焦らずワイナリーでしばしお休みください。結局ディルックの旦那とはすれ違いになっちゃったみたいだな。じゃあワイナリーで待ってようぜ。そういえばアデリンって普段はワイナリーで忙しそうにしてるけど、なんで今日はずっとドアの前に立ってるんだ。もしかしてディルックの旦那が帰ってくるのを待ってるとか。そんな風にずっと立ちっぱなしなんて大変だろう。お気遣いありがとうございます。ただ私には頼まれた仕事があるんです。ここで特別なお客様を迎えるようにと旦那様より仰せつかっておりまして、もし一部の特別なお客様がいらっしゃった場合忠告してお引き取りいただくんです。今は状況が特殊なので別の問題が起こらないようにそのお客様たちをワイナリーから遠ざけてほしいと旦那様はおっしゃっていました。アデリンの言ってることがよくわからないんだけど、でもその口ぶりからするとすごく大事な仕事みたいだな。お二方のご理解とご協力に感謝いたします。ですが旦那様のために随分と駆け回ってくれたのです。ここは私にお任せください。ただもしよろしければこの手紙を屋敷の中に持って行ってはくれませんか。ドアの右側に机がありますのでそこに置いてほしいのです。その机には手紙が整理して置いてあります。これをその一番外側に置いてください。これってディルックの旦那宛ての手紙か。はい、これは旦那様の情報提供者からの手紙です。そのため処理と保管は旦那様の腹心にしか任せられません。だったらディルックの旦那に信頼されてるオイラたちにぴったしだな。ええ、お二方は旦那様の大切なご友人ですから。ではこの手紙をお願いいたします。机の上に手紙がたくさんあるぞ。どうやらディルッコの旦那は出かける前にこれら手紙を読んでたみたいだな。この感じからするとかなり急いでたみたいだ。うーん、アデリンに手紙の整理を頼まれたけど肝心の順番がわからないな。手紙を読んで届いた日を推測するしかなさそうだ。
そうだな。だったら手紙をきれいに並べるだけでいっか。来ていたのか。行動が早いな。うわあ、急に現れるなよ。どうしてそんなに慌てているんだ。さっきアデリンにこの手紙を置いてきてくれって頼まれたんだけど、正しい順番が全然わからなくて。それにこれってディルックの旦那の私物だろ。勝手に読むのは気が引けたから。そう萎縮する必要はない。それに君たちのその表情、かなり興味を持っているようだが、手紙に書いてあるのはどれも昔のことだ。情報を残すためにこれらは保管していたんだ。ここ最近はいささか特殊な状況にある。改めて詳細を確認するためこれら手紙を読み返していたんだ。この件には君たちも関わっている。もし情報が知りたいのなら読んでくれて構わない。好奇心を抱くのは何も悪いことじゃないからね。果物の香りがするぞ。あ、バルベリーがある山に行ってたんじゃないか。なかなか鋭い。確かに暴風山地に行っていた。詳しいことは後で話そう。騎士団からは誤解されて、いろいろな制限まで受けて、正義の味方も大変なんだな。いつも一人で戦って、周りの人たちは現実のいざこざのせいで助けられなかった。おう、そうだな。それに、今はオイラたちがいる。全力でディルックの旦那を助けてやろうぜ。そう、これは友情のためだ。決してブドウジュースが飲みたいからとかそういうんじゃないぞ。で、あれ、どうしたんだ。その服？これを見たことがあるのか？異常の起きた地脈で見たんだ。あれって過去の幻影なんだよな。うん、そうだ。なあ、聞いてもいいか？昔何があったんだ？ディルックの旦那はどうしてあそこで戦いを？いつも通り良からぬことを企むアビス教団を片付けていただけだ。かつて
アビス教団が多方面から攻勢を仕掛けてきたことがあった。あいにく、奴らでは僕にかなわなかったが、当時僕たちは、高飛びの浜一帯で戦っていてね。その時の状況が、異常に活発化した地脈に記録されたんだろう。ここ最近、また地脈が乱れている。そのせいで当時の情景が映し出され、君たちはそれを見ることになったんだ。魔物たちを片付けさえすれば、自ら地脈の汚れに触れない限り、再び活性化することはない。だが放っておけば、必ず騎士団がこの件に介入してくる。彼らのやり方ではきっと、地脈を見張るために人を手配するだろう。騎士団が担当してくれるなら、別に悪いことじゃないよな。いや、騎士団のメンバーはそのほとんどが遠征に出ている。動かせる人員がもともと少ないんだ。現状、この異変がアビス教団の仕業かどうかは断定できない。だが、もしことをせいて人を動かせば、どこかの守りが手薄になり、その隙を打たれるかもしれない。それに僕は、騎士団の人間と交渉したくないんだ。そんなことに時間を費やすくらいなら、自分で解決した方がいい。アビスの魔術師を数名捕らえて情報を聞き出し、教団の動向を確認する。そう難しいことじゃない。それから騎士団の方には、こちらに協力するよう人を介して伝えてある。トラブルを片付けるのが騎士団の仕事だ。実際に問題が起きた時には、彼らも現場にいるべきだろう。確かに、僕と彼らとでは理念が異なる。騎士団の人間と行動するのは好きじゃないが、このくらいであれば、互いに手を組むのもやぶさかではない。なんだか、ディルックの旦那の影響力が、以前よりも、さらにパワーアップしてる気がするぞ。脅威を排除するには、あらゆる力を最大限まで活かす必要がある。とにかく、君たちの協力に感謝する。アデリンから話は聞いた。今回の礼に、これを受け取ってくれ。ブドウジュース？なんだか見た目が豪華だぞ。これって、結構高いんじゃないのか？これは僕が一番気に入っているブドウジュースだ。果実の中でも、最高ランクのものを使用している。ちょうど未開封のものがあったから、君たちもぜひ飲んでみてほしい。しかし、君たちがブドウジュースを好きだとは知らなかった。次からは特別価格の商品を待たずに、直接倉庫に行って受け取るといい。支払いは、僕につけておいてくれて構わない。これから人に会うたびに、オイラたちは暁ワイナリーの大切なお客さんだぞって自慢できるな。だってこのブドウジュース少なくとも数万もらわするだろう。それをただでもらえるなんて、ディルックの旦那ありがとうな。それから今夜時間があったら一緒にディナーでもどうだ。アデリンにもすでに用意を頼んである。ただその前に片付けなければならないことが残っているが。ああ、漠然とただ待つのは僕のやり方じゃない。それに、さっきはアビス教団を疑っていると言ったが、調べた結果、どうやらそうでもないようだ。これが自然現象なら、その後始末をすべきだろう。たとえ賞賛が9割あろうとも気を緩めてはいけない。
からな。お、いい心がけだ。ならば出発しよう。よし、今回は正義の味方も少しは楽できるはずだよな。そんじゃ出発しようぜ。最後の戦いを終わらせてトラブルを全部解決しよう。これで一段落だ。少しすればこの異常な地脈の汚れも消えるだろう。旦那ばっかり走り回らせてちゃダメだ。仲間は多ければ多いほどいいんだし。仲間、他の人と共に行動するのは久しぶりだったが、この感じ悪くはない。機会があったらまた共同戦線を張ろう。これらの手紙に書いてある内容って一つのことだけじゃないみたいだ。昔、いろんなことがあったんだな。何があったのかちゃんと把握するには、細かいところまでじっくり考えて読まなきゃいけなそうだ。他に読みたい手紙はあるか？
ん？こんな時間に私を訪ねるなんて、まさか情報を買いに来たの？私、最近とっても忙しいの。ある大事なお客さんが、私の仕事時間を2週間も買い取ってくれてね。それについては詳しく言えない。でもその人の財力ってすごいから、彼と張り合おうだなんて考えない方がいいわよ。うん？諜報員って、普通は一人の人間に使えるもんじゃないのか？情報を売るのだって商売だからね。もしパートナーが一人しかいなかったら、そのうち餓死しちゃうでしょ？それに、たとえ保守的な騎士団でも、大規模な行動を取る際には、少なくとも二つの情報源を確保すべきだ、っていう慣習があるくらいだし、彼らは情報に不備があったことで、苦渋を飲まされたことがあるの。だから、そういう意味で私の仕事はとても重宝されていてね。例えば、野外のとある茂みに、アビス教団が待ち伏せているとする。たった一つの偵察隊じゃ、それを把握するのは難しいでしょ？見回りの騎士が何気なく通りかかったら、いやーと魔物が一匹飛び出してきて、わあと棒切りで殴られるかもしれない。私はただ、客観的に事実を述べただけ。そうした方が、状況をよりうまく再現できるでしょ？全然違うぞ！魔物の叫び方は、やーと、チェーだろ？そう。君は自分の意見を貫けばいいの。私の情報は、代案の一つとして、賢く利用すればいい。うえ！確かに。言われてみると、そんな気がしてきた。話を戻すわ。買い手が複数の情報源を求めているから、情報提供者も同時に、複数の顧客の対応をしてるってわけ。どう？普通のことでしょ？あれ、ここにも手紙があるぞ。少し前に、ディルックの旦那が読んだものっぽいな。どの手紙から読むか選んでくれ。まだ手紙があるみたいだ。どの手紙から読む？ここにも手紙があるぞ。よし、どの手紙を読むか選ぼうぜ。
選ぼうぜ。ガイア隊長、ようこそお越しくださいました。まさかここにガイア隊長がいらっしゃるなんて。何か急用でしょうか？アデリン、その言い方はあまりに水臭いんじゃないか。実は騎士団にまた闇夜の英雄の目撃情報が届いてな。目撃者はその闇夜の英雄に似た人物がどこに向かったのかまではわからなかったそうなんだが、俺は暁ワイナリーの近くに容疑者がいると踏んでいるんだ。そうなのですか？そういえばガイア隊長は闇夜の英雄と同時に現れたことがありませんよね。それにガイア隊長はよく暁ワイナリーに現れます。闇夜の英雄と同じです。つまりガイア隊長こそが闇夜の英雄だと、そう考えていいということでしょうか？確かに一理あるな。まさか俺があの噂の闇夜の英雄だったとは。申し訳ありませんが、ガイア隊長、本日は暁ワイナリーで火災対策の安全点検が行われるんです。日を改めてお越しください。おいおい、せめて夕食にぐらい誘ってくれてもいいんじゃないか。はあ、だが確か今日は他にも書類仕事があったんだった。そうだな、ディルックにこう伝えてくれ。警戒地域の設定はもう済んだ。
民衆は気づかない。相手にすぐ見破られることもないだろう。ガイア隊長の言っていることは相変わらず難しいですね。ただのメイドである私では理解いたしかねてしまいます。旦那様は本日ビジネスパートナーと商談するためお出かけになりました。今どこにいるのかは私にもわかりません。旦那様が帰ってきましたらガイア隊長の言葉をそのままお伝えいたします。ただその中の真意まではちゃんと伝わるかわかりませんが。そうか。昔から使ってきた暗号がわからないようじゃ、ガキの頃からの時間が全部無駄だったってことになっちまうぜ。そういえば、最近ワイナリーに何か新しい商品はないのか？せっかく来たんだからいい酒を買って帰りたいんだが。ガイア隊長もご冗談を。こちらでは小売りしていないことをご存知ですよね。それでは本日はご訪問いただき誠にありがとうございました。